赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。セオです。よろしくお願いします、はい、さ今回はねちょっと映像付きということで、はい、ラーメン二郎神田神保町店、はい、行ってまいりましたということなんですが、うん、写真ですよね。写真でお送りしてますけども、写真ですよね。いつも今のところ店外の写真まあ、ね、そうだけど、まあ、吉本の劇場の隣にある神田神保町店行ってますけども、はい、あのキッチン二郎のね、うん、横にある二郎ということで、二郎の激戦区になっちゃってるよという。違いますね。違いますか。キッチン二郎は定食屋さんの。定食屋さん、ああ正しい。そうそうそう。ただ美味しい。まあそうですね。食券を見ていきますと、はい、このようにラーメン、小豚、そして大豚の4タイプでして、はい、まあ、今回大豚を選択しているんですね。結構神保町量多いですからね、うん、大豚いけるんでしょうか。こんな感じです、ね、大豚900円の、全部マシマシで、いただいておりまして、はい、あの以前はですねこの豚ダブルもあったんですよ、神保町って。今ちょっとお休み中なのかなということなんですけども、はいはい、まだ写真ですよね。実は撮影許可が取れなかったんで今回。まあ。そうなんですよ。もう違法ですね。いや違う写真は使ってもいい。違法アップロード。違います。お写真はいいですよ。写真は大丈夫なんで。そうどのように使ってもいいですよということで。動画じゃなければ。でまあ豚の様子をね移転前とちょっと比べてみたいんで。チロン。こちらです。過去のやつ。懐かしいな。これ2年前の、うん、まあ2017年4月の小ラーメン全部マシマシの映像なんですけども。腕肉じゃなくね、ロースにも見えるよ、はあ、引き締まる歌使ったの。なんかあれですね、この時パチンコで5万ぐらい負けました。負けてないよ。覇気が感じられない。なんかすごい顔してる。ちょっとすったわって感じの、こけてますけど、まだ痩せてる時なんでね。続けてね、こう野菜を見ていきますけども、もやしとキャベツのバランスはちょうどいい鮭野菜でして、一気に麺をこう引き出していくんだけども、麺がですねかなりの細でろ麺でございまして、うんうん、まそこからこうギュッと出した方がこう返しをもう帯びてて美味しいよというので、なるほど、早めの電池返しがおすすめかもしれないとるんですね。というわけでね、その麺の様子も比較していこう。過去の麺、過去のね、過去麺ですこれね。おーおーおーおお、次々に食べていきますね。まあでも無差別級の麺量なんて言ってますけども、再放送っすか。いや、ね、ちょっとどんな感じなのかを見ていただくために、まあ、新しい試み。そうで、詰め替えタイプの白胡椒で、卓上にはですねデカめの唐辛子と白胡椒のみで返しないんで、はいはい、余計なことをせずにすすっていくのが一番美味しいかもしれないですね、というわけでね、美味しく完食したんですけども、もう写真これだけなんで、ただね、どんな中の写真撮り忘れちゃったんでね。ちょっといや写真重要だったでしょって。すいませんでしょ、過去の昔の動画見りゃいい話じゃない。いやそれがどっこい、そいつがどっこい、なんとですね、はい、昔も撮るの忘れてたっていうね。にしてももう再放送の時間の方が長いじゃん。比較してよ。比較してたよ。結構してたよ、麺のこの。いや、してた。88.9 ということで、昔は。これどっち今、昔。あ、これ、今です。今に、さすがにそう。今の 88.9。昔は数字とかなかったんでね。そう。このシステムになって初の神田神保町店なんで、NSC の横にできた。ってなってからは初めて僕はお邪魔したんだけど、はい、あの並び方がちょっと癖あるんですよ。なんかローカルルールがある。そう。あの階段にずーっと螺旋階段上に並んでいく感じ。NSC の並び方。それ。うちだね。NSC の方じゃなくて。じゃない。違う。店の前、NSC の前、道挟んで書店の前っていう感じなんで、Twitter でよく調べてください。めっちゃ画像ないんだ。画像ないんですよこれ。すいません。そこ撮ってもよかった。くっそー。というわけでね、1万人超えてから最初の動画ということで、これからはよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。画像しろ。Thank you.